こんにちは、トランペッターの宇野と申します。本日話そうかなと思うことはですね、今楽器を習いたいなとか、どんな楽器でもピアノとかサックスとかいろんな楽器が多分あると思うんですよね。で、なんかそれでどうしようかなっていろいろ悩んでる方へのそのアドバイスというよりかは、まあなんかこうした方がいいんじゃないかなっていうことですね、をお話ししたいと思う。まあちょっとこう雑談になってしまうんですけれども、あのですね、例えばまあよくこう YouTube とかでなんかいろんなギターとかなんかサックスとかいろんな教えてる人とかってたくさん、まあ、いると思うんですけれども、まあ例えばそこの例えばコメント欄とかでなんか質問したりとか、なんかそういうその学びたいっていうそういう気持ちっていうのをはすごく僕は素晴らしいと思います。なんかいろんな動画とか見てても、でなんですが、あの僕は一番その大切にしてほしいのはその生の音を聞くということですね。例えばその僕今申し訳ないんですけど iPhone で撮ってるんですけれども、その iPhone じゃないでは伝わらないその音、倍音の感覚であったりとか、その口の感覚であったりとかっていうのはやっぱり実際見てみないと、あの全然こう変わってくるのじゃないかなと思います。で実際あのなんかいろんな他府県からこう来てくれる出るあの方とかを見ると、やっぱりすごくこう変わっていくのが分かるんですよね。なんかこう長野からはるばる来てくれはる人もいるし、あの山梨から来てくれはる人もいるし、なんかあのやっぱそういう人たちはやっぱあの音を横で聞いてると変わっていきます。多分あの仮に高い音が出ないどうしたらいいですかとか、例えばこうコメント欄でバーってこう書いてあったりすると、あのその人がどういうふうに外してるか、どういうふうに音が出てないのかっていうのを見てないので、実際には本当にあのこうあなたはこうなんですって一言では言い切れないんですよね。で高い音っていうのは実際狙えてない、無理にこう口をこううんってつぶってしてこうやってるから出ないのか、音程感覚があのないからまだこう下から積み上げられてないから出てないのか、いろんなその要因があって出ないっていう風になってるんですよね。それっていうのはやっぱりこう見てみないとわからないっていうのはもう何の世界でも多分同じだと思います。例えばこうなんか肩が痛いんです、ちょっと鎖骨が痛いんですけどどうなんでしょう、でじゃあ内科行ってみましょうか、外科行ってみましょうか、で電話で痛いんですよって言ってもわからないから、だからこうなんやろ MRI とかわかんないんですけど、あのレントゲンとか撮ってやっとそこでわかるんですよね。だけどそれは言うたらまあ治療に近い、言うたらその本当の中身を見ないと直せないっていう部分っていうのはあのすごくあると思うので、あの一番おすすめするのはその生の音で、ピアノの先生やったらピアノのところにこう習いに行って、実際なんで指が動かないのかっていうのをしっかりと教えてもらうっていうのが僕は一番あのいいんじゃないかなと思います。で、まあ例えば、まあ、レッスンの料金とか、例えばそういうのがこう気になるとかあると思うんですけど、まあ例えばなんやろワンレッスンとかいろんな、まあ、大体アベレージ5000円とか4000円とか5000円とか6000円とかなんかいろいろ多分あると思うんですけれども、まあ一つ、まあ、飲み会とか断れば普通にあのまあ稼げるじゃないけどある値段だと思うんですけれども、まあ、例えばこれがその1回のそのアルバイトの時給に換算すると、まあ、例えば1000円のアルバイトだったら、やけど1時間これぐらいだったらめっちゃ高いなとか多分思ったりする人も多分いるとは思うんですよね。だからなかなか踏み切れないっていう人があのたくさんいると思うんですけれども、あのまあプロの人とかでやっぱりこう今活躍している方とかっていうのは、そのなんていうんですかね、その1時間を出すのに何十時間何千時間と
多分練習してると思うんですよね。それをその1時間をその値段で買えるっていうのはすごく僕は高くないとは思う、ないと思うんですよね。で僕も実際こう器が好きで、でいろんなこう器とか 見たり個展とか行ったりして、まあ、たまにちょっとこう高い器とか買ったりするんですけど、まあ、例えば2万の器3万の器とかあったりとかするときに、普通の器からするとすごくこう高いから、まあ僕はこう友達とかに言うと、お前そんな高いもん買ってってよく僕は言われたりするんですよね。で確かに器自体はすごくこう普通何の変哲もないじゃないけど、まあ変哲はあるから買うんですけど、まあそれを作るのに何十個も何百個も作った中で、その作家さんがこの1個を100個のうちの他は全部捨てて5個とかを作ったりすると、そうするとその1個っていうのはすごいその時間手間もかかってるし、そこに僕はその2万とかの価値があると思うんで、やっぱりその芸術っていうものはなんか僕の中で個人的な主観で言うと、まあ時間が作り上げていってるそういう芸術だと思っているので、なんかそういうの僕はそういうのをしてるから、そういう芸術に関してはなんかあんまりその普通からすると100均でも売ってるような器の容量何 cc か、はい、しか入らない器なんやけど、僕はそこに価値を感じるんですよね。なのでまあそう考えると、まあ音楽なんて一生できるようなものなので、すごくなんかこうお近くのなんか教室とかに通ってみたら、すごくその人生が音楽ライフがずっと悩んでパソコンでバーっていじりながらこう調べてみるよりかは、もう断然と早いと、習得が早いと思います。なぜならその先生が今までそのかけてきた時間をめちゃくちゃその集約して教えてくれるんで、なんかめちゃくちゃお得だと思います。だからなんか一般的なその価値観とはまたこう変わってくるとは思うんですけれども、ぜひ何か音楽を始めるきっかけがもしあれば、なんかお近くの、そういうスクールであったり何でもこう行ったらいいんじゃないかなと思います。なんかすごく説教臭いかなと思うんですけれども、まあ僕はいろんな音楽たくさんしてくれる人が増えればいいなと思っているので、まあそういうたまにはこういう動画もちょっと上げたいなと思って撮りました。まあ、頑張ってください。